待ち合わせ場所でアイドルの到着を待っている二人。するとドキドキして、あれあれ、え、なんかすごい音が聞こえてきた。違う？本当ですか？うん、やっぱ子供なのかって今思います。え、あれでもカメラさんたちがなんか取り出したよ。取り出してるよ。あれあれ、ちょっと待って。本当に本当に、僕いいですか？近づいてる。振り返っていいですか？私、え、僕はいつだろう。ああ、え、どういうリアクション、どういうリアクションか分かんない。これなんだろう。声高い。手叩いてる。え、うわ、こっち来てくださいよ。めちゃめちゃ、やっぱすいません。うわ、これいいですか？この旅の一番の目的、諏訪部さんがどうしても会いたかった愛しのアイドルとは？はじめまして。ありがとうございます。今日はお忙しいところありがとうございます。この置いてけぼり、ありがとうございます。今日はお忙しいところ、ありがとうございます。声が聞こえる。初めまして、東京から来ました諏訪部と申します。今日よろしくお願いいたします。うわなんか諏訪部さんが現場で聞いたことない感じで笑ってるんですけど岡本さん、その伊勢丹の紙袋を持ってこっちに来てください。え、向いても大丈夫ですか？持ってきてください。いいですか？初めまして。じゃあ、初めまして。あれが岡本です。あ、そういうこと。かんちゃん、かんちゃんです。かんちさんです。人じゃないじゃない。かんちさんです。そしてあの付き人さんです。あー、先ほども、はい、すいません、はい、なんかあの実はですね、はい、柴犬かんちさんのブログがありまして、はい、あのこの子がですね、はい、あのいろいろいつもブログをですね、あの、まあ、更新されてるのをですね、いつもあの私、はい、毎日見ています。あ、そうなん、はい、そうなんですか。これです、この子ね。可愛い。いいんですよ、このぽっちゃりしたねフォルムがたまらないんですよ。いつか会いたいな、会いたいなと思っていて、今回ですね、このかんちゃんに会いにですね北海道に来たという。はい、はい、そう、諏訪部さんがどうしても会いたかったアイドルとは、愛くるしい姿がブログで大人気、柴犬のかんちさんでした。あらららら、美人さんですね、やっぱりね。うわ、で実は今日ですね、あの、まあ、もうすでにお持ちだと思うんですけど、これよろしかったらあの身につけていただけるかどうか、サイズが合うかどうか、そういうこと、心配だったので、ちょっとあのもしあれでしたらちょっと試してみていただいて、あの赤の赤柴さんなんで、多分あの赤がお似合いになるかなと思って。かんちさんのために東京から持参したお土産もプレゼント。ちょっとかんちゃん写真撮らせていただいていいかしら。かんちゃん、かんちゃん、あ、もう見えない、赤いのが見えない。あ、かわいい超かわいい。ここで諏訪部さんからあるお願いが。かんちゃん、もしよかったら私とちょっと散歩していただくことは可能ですか？公園の中。動かないですかね、かんちゃん。ねえ、かんちゃん、かんちゃん、こっち行ってみる。ちょっと行きましょう。おお。それでは諏訪部さんとかんちさんのお散歩タイムスタート。あ、諏訪部さんが散歩している。うん。ボール？ボール。かんちゃん、かんちゃん、こっち。こっちですよ。はい。行くよ、かんちゃん。一斉の。おお。ああ、でもボールボール。ボールボール。こっち。かんちさんは気まぐれ。でも。この笑顔、撮りますよ。一緒に過ごす時間すべてがシャッターチャンス。いいよ、かわいいよ。あ、いいね、いいね、いい、そのいい表情だね、母ちゃん。いや、本当にこれちょっとやばい人だね、俺ね。こんなに写真撮りまくっちゃって。本気カメラですからね。じゃあ岡本君、俺とカンちゃん撮って。あ、ちょっとなんか。オートにしたから撮れる。半押しすればフォーカスがロックされます。半押しで、うん、かんちゃん、かんちゃん、かんちゃん、こっちこっち、もうちょっとだけこっち、オッケ
オッケーオッケー、もう一回、うわ、あ、いいっすよ、あ、今のいい。わざわざ来てくれてとっても嬉しかったです、あんちゃん。という私のですね、心のアイドル、かんちさんでございました。あ、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。かわいい、すいません、ありがとうございました、ありがとうございました、かんちゃん、バイバイ、ありがとうございました、かんちゃん、バイバイ。お尻がかわいい、かんちゃん、フリフリしてる、かんちゃん、かんちゃんと会えてですね、しかもかわいかったです。でもかわいかったでしょ、めちゃくちゃかわいかった、たまらんのよ。でもこうやってよそのかわいこちゃんとですね、こう仲良くするとですね、うちの子にも会いたくなるんで、じゃあもう帰ります。ダメです、まだまだです、まだあります。